皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。歓喜の歌、今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。人生には今日2019年12月4日水曜日、それらは今日の数波の言葉は新しい世界、笑いは心の栄養剤、笑いは心の栄養剤。そして今日の BGM は両親に経済力がなく人瞑想意図高き者の子守を頼む。この中から歓喜の歌をお送りして、希望する会社に就職できなかったのを人出世競争に敗れて神当たり良平さんです。今読んでるこの詩は全てこのアルバムの中に文字として残されています。ぜひ手に取ってじっくりと聴いていただければと思います。日々刻々動いてやらない。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。私を成長させ、私の人生の